O P U I N P G U K E N W O N N I S P 青春シュワシュワクラブ、お願いします。ナイトフライヤー、声が枯れても気づかないなら、枯れた街の中でおおおおエモいな、エモい、一部エモいぞ、一部はということで、はい、本日は私の持ち込み企画でございます。いつも持ち込み企画と言いましてもですね、皆さんにご報告と言いますか、はい、青ラブ一番最初にいや結婚やん流れて一番最初にちょっとお伝えしたいなと思いまして、はい、私ジムタ引っ越しました。おめでとう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 ということで、引っ越させていただきました。ちょっと待って、ナシルのやめて。ナシルナシルナシル方言あれ、ナシルって言わんの、言わんの、言わんの、ナシル、ナシル、あ、方言の、噛んだか、あ、ごめんあのお化け屋敷はもう卒業しちゃったな。X のお化け屋敷はなくなって、X のお化け屋敷はもう、ないです。まだあるから言わないあるはあるから次住む人もいるから、誰も知らないの。満を持して準備してました、1ヶ月間。うわぁ、前輪も止まってたもんな。そうそう、前輪がずっと止まってるから、すごい、前輪も止めて、だってビニリアルもやめて、うん、俺のプライベートを全て遮断して準備してたんです。何、ね、相当な、そうなんです。だからもう1ヶ月、引っ越しても1ヶ月くらい経つんで、もうそこに住んでるんですけども、やっとアオラを呼べる状態になったので、だ今からその新居に向かいたいと思います。イエーイ。バイクでみんなでバイクでってみんな目隠ししといてね、絶対なるべくね、あの俺のお部屋から見せたいと言いますか、まあ多分全く見当もつかないじゃないですか。で、とにかくテオくんとかみんなにはとにかく面白いところに引っ越したっていうことだけ言ってる、うん、ラブホとか、あ、おもろおもろい、え、それ以上のおもろいことなくね。あー、ごめん、厳しい、あー、ハードル下げちゃって、あ、上げちゃって、上げちゃって、上げすぎちゃってる、ハードルごめん、おもろいことでしょ。あー、ごめん、そんなおもろい、ラブホでしょ。あー、もうやばい、いやいやいややばいって、めっちゃおもろいやん、ラブホ、ね、毎日宿泊費のやつ払ってそうお泊まりのやつでしょ。いやいや、あー、もうやだわ、やな、あー、めっちゃやだわ、もう行きたくなくなっちゃった。うん、もうやめますもういいです、タクシー来てるね、うん、もういい、俺だけ帰る、もう行くよ、うん、行きますか、行こう、行きますか、行きますか、行こう、行こう、行こう、はい、行こう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 、素足でシッシ、まだ下の方向いておいてもらって、まだ耳…まだって、ね、私前向いてたけど、あ、今はそう、いや、俺エアポーチ持ってないんだよね。いや、汚ねえ、あ、汚ねえって言わなくて言うの、うん、耳塞いといてくださいね、できる限り、うん、この辺で、はい、捕まっといてね、ここに、え、あ、誰あ、目開けていいの、まだ、まだ怖い、え、部活ぶつかりそう、なんか分からんけど、みんなついてきてる、てよくんビビりすぎ、はい、誰誰、目を開けてください、目も開けていいよ、開けていいよ、あ、開けていいよ、あ、で、びっくりした、すごいすごい、それ俺誰と手つないでた、え、てか途中誰かに頭、誰かね、途中誰か頭叩かれたんだけど、ねどういうこと、うん、あれ誰、何、後ほど説明します、すごい奇跡が起こってます、ええちょっと後ろ下がってもらって、え、ずっと隣にいたのは誰、トヨ君、え、違う人だよね、抱えてたの、うん、抱えてたの、え、わかんない、わからんか、違う、俺誰かに恋人つなぎされて、誰かにえ、そんな話あるんだうちみんなと恋人つなぎ、なんか恋人、私してない誰とも、え、あ、で、あの、カスは耳塞ぐのに手使っちゃってるから、うん、手つなげないよみたいな合図が来て、だからこうやって抱えてた、うわ、分からんかったな、何も、ちょっとね、でもなんか誰かに叩かれてた、今ね、あの、すごいちょっといろんなことが起きてた何いろんなことが起きてて、
俺もちょっと処理しきれないくらいなんですけど、ここが新居でございます。すごい、めっちゃ広いやん。すごい。逆に逆にでもオンボロかと思う。そうかと思う。そうですよ。いや俺はなんかもう高いとこ想像してたわ。もう本当だって前のさやっぱあんな感じだったから、次は豪邸なんだろうなみたいな。ちょっと入りますか。ちょっといいのルームツアーで。いいよ全然。なんか玄関もなんか広すぎて。ムツアーしていいの？え、ムツアー？ルームツアーして。ルームツアーしてください、してください。え、いいじゃん。え、まだこれ。え、え、え。目が腫れてる。目めっちゃ腫れてる時の顔じゃん。目、目が一番腫れてる時の。あ、そう。そう。海外にしました。海外にしました。すごいアーティスティックな。すごくない？ 3D メガネで見たら出るの。ちょっとおしゃれでしょ。すごい、すごい、すごい。あれを印刷して海外にして飾ってます。80万するってことですか？信じるんでしょ。ちょっとめっちゃっぽくない？うん、アーティスティック。ちょっと理解に時間かかったわ。え、すごい。すぐ分かるもんなんだ自分って。うん、分かる。すげー。アーティスティックすぎるでしょこれ。すごい、そういうとこからいろいろあれ。そうなの。だから準備が必要だった。そう、いろいろと。どうぞどうぞ、あちら。すごい。え、いいの？リビングです。いやいや、もう一人暮らしの家じゃないよ。子供もいるでしょ。すごいよ。うわー、すげー。待って、やばい、やばい、マジ。待って。さらにモザイクやな。ここ怖い。ここ怖い。ここ真っ赤になる。うんこみたいな。怖っ。これまだその絵ですね。これ絵ですよ。絵です。まだそうではない。カッパじゃないこれ。え、カッパ妖怪。カッパの絵ではない。すごいね。マジ、なんこんないい絵。ちょっと待って。すごいでしょ。すごすぎる。これあのこれ買ったって言ってたね。そう、あの手水のお祭り企画で買った金魚です。これがミヤが来てやってくれたやつ。そう、モデルルームがすぎる。え、マジモデルルームじゃね。これミヤがやってくれたの。実は人んち紹介。あーあるあるある。じゃけさっきな。いやいやいや、その家主の人に叩かれたんや。俺たち、僕の家です、僕の家です。これは正真正銘、正真正銘僕の家。ほら見て、これも。いや、うん、すごい、すごい高い。ミッキー50万のミッキーの。そうだよ、グッチのやつ。すごいね。待って、ちょっとすごすぎて。すごい、え、すごい。で、これここもね、すごいのプロジェクターが。あ、だからなんもないんだ。そういうこと、テレビじゃなくて。そう、これでもね、調節できるから簡単に。え、待って、これめっちゃ超いいよ。もうなんか悔しい。いや、このプロジェクターめっちゃいいやつで25万。スピーカーも良さそう。そう、スピーカーもめっちゃ音いいし。流してみていいんだ。あ、いいですよ。すごーい。本当期待ぐらいと。こんなに映らないから。映らないから近くに。すごい、音も重点音がえぐい。スタジオや。うわー。スタジオ。すごい、すごいっしょ。空き家あるでしょ、何部屋。これ一応間取りで言うと 2LDK に。あら、じゃあここは L だから広く。はい、でもここが一番広い部屋。あと2があるってこと。2がある。めっちゃちっちゃいんじゃない。で、モザイクにはなるんですけど、外見てもらいます。開けたら多分庭にでっかい俺の。うわぁ。でっかい。見よ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 。じゃあオープンしますよ。はい、すごっ。オープン。ちょっとどこ、何、あれ、え、ちょっと待って。あー、ちょっと待って。あー、分かったうち。おい、分かったうち。俺と同じマンションだよ。ってことは私とも同じマンションってこと。あなた二人と一緒のマンション。ちょっと。そうそうそう、フルネーム言うと。そうそうよな、この向きも一緒。向き一緒なの。うん。のこれ何階？え、相当高いよ。え、一番じゃないよね。こちら。え、一番上って
ばい、やばいっしょこの景色。前例次から3人が燃えとる。そうそう、ちょっと引っ越してない、引っ越してない、引っ越してない。確かに言われてみれば、でも扉の感じは全然違うのよ。え、違うよな。そう、エアコンとあのインターホンの感じが全く一緒やん。あー、そうだそうだ。でもこんなに違う扉。しかも扉が高級すぎる。え、しかも廊下もなんか大理石みたいになってる。すごいね、こっちは。しかも俺の家にチャリないもん。いやいや、それはそう、それはそう、自分のあれだから。手付けじゃないのあれ。違う違う違う。ってか、買っとるやん、同じやつ。そう、マダソに聞いて。はぁ、え、すごい、えぐいわ。いや、広すぎる。なんでも作れる。なんでも作れる。冷蔵庫買えない。冷蔵庫超ちっちゃいんだよね。うちと同じオーブン。うちとも同じ。そう、YouTuber みんなこれって聞いて。あ、そうなんだ。そう、だからこれにした。あれ、あれだよね、なんか喋るやつだよね。そうそう、スピーカーだよ。マジャンわかっ、そう、生じゃわかってる。それが合うの。へぇ、生じゃわかってる。あ、そういうのあるんだ。すごい。いや、そうなんですよ。いや、広いですよ。一緒なのよ、2人と。家みたい。これもだって新しいもんね。うん、違うわ、私と。カウント取られてるね。すごいでしょ。なんで合わなかったんだろう。気をつけてた。僕、会ったことあるんですよ。テオくん。え、嘘。俺実はここに越してから2週間くらいした時に、深夜1時くらいに帰ってきて、でフロントで荷物をこうもらって、でそれを取りに帰ろうと思った時にテオくんとすれ違って。え、今日気づかんかったな。で深夜だから全然俺とテオくんしかいないの。え、で向こうからテオくん来て、ヤバいってなって、って言ったら、無理無理、気づかなかった。え、でも気づいてないんだろ。いや、気づいてないんだけど、あって言ったもん俺。言ったの。いや、俺やっぱり住んでる人とかに、うん、こう俺住んでるってバレたくないやん、うん、一緒のマンションの人、うん、特に、うん、だから結構帽子深くかぶって下向いて歩くの、うん、フロント行く時とかも、うん、こうやって歩いてる時に足元めっちゃジンタに似てるやつが一歩通って、やっぱちょっと思ったんだ。え、その時まだシークレットブーツだったよね。うん、だった。クレットだよね。そう。うわ、ちんたん似てんなと思ったけど、さすがにないな。そうだよね。時間帯もね。え、すごい。すれ違ってんだ。俺らびっくりして。うわ。すごい。すごいな。うわ、びっくりしちゃった。いや、でも全然わかんない。すごいでしょ。え、でスカイハウスから帰る時とかどうしてるの。確かに確かに。だからだってライブとかも全部別で帰ってる。なんかたまにさ、一緒に車乗せてもらう時あるじゃん。ここのところまで行って、テオ君もリンじゃん。そのまま一周してまた俺戻ってきてんの。どうすんの俺こうやって立って。あれね、一周回ってまた降りてんの。マジ？マジでこう。めっちゃ楽じゃん。じゃあ帰り、めっちゃ楽だよ。同じだもん。同じだもん。同じ家なんだぜ。今日も一緒に行けばよかったね。そうだよ、LINE してて、あ、俺いるけどねって。俺とカッサ一緒に行ったんだ。うん、そうだよね。いやー、なんか嬉しいが大きい。かわいいな。マッサさん起きたらもう、いや、そうだよ、俺はこれはさすがに来る。言ってたよ、人さん次第で。そうだよね、人が来るならうちも来るよって言って。いや、もう行くわ、すぐ連絡する。もうすぐ、ちょっと紹介してほしい。もうすぐに引っ越した。ナオラブマンションで。あ、全然住んでしょ、夢叶うかな、一個の中に。同じところに。とりあえず、とりあえずあっちのね。そうだね。一応ここが、録音部屋みたいな感じで、まだちょっとちゃんとしてるわけじゃないですけど。ちゃんと広いな、一個。ちゃんと広いな。すごっ。え、防音なん、ここ。まあ、防音ではないけど、部屋と部屋の間だから全然大丈夫っていう。うん、ジャパンだよ。サイズ感がちょっとギリギリなんで、そっち。マジですごい。よくない、この感じも。めっちゃいい。カーペットってそもそもついてない。うん、もともとついてた。めっちゃすごいな。ちょっと棒になるしね、あのカーペットだとね。うん、そうそう、音がね、吸音で。これ欲しい。入ってきた時めっちゃいいのにした。これがスカイピースのツアーのやつ。こういうのよくない。飾るの。え、自分でやった。うん、俺買って。こんなんできる人だったね。おしゃれな家。おしゃれでしょ。すごいすごい。ここがトイレですね。あ、こちらトイレ。あ、広い広い。あ、でっけ。そう、落ち着いておしっくんこできる。全然違うわ。
嫌になら同じさ、マンションでじゃあ羨ましくなる、まあ、なる。ちょっと引っ越すわせっかく集まったのに。で、こっちがトイレと広お風呂ですね。何そ、え、こんな棚いっぱいあるんだ。そう、うわすごい。洗濯物としても使ってますね。えすごい。こういうのとかないもん。あ、ないんだ。そっか。ない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 。え、だから作りがおしゃれ。なんかこのね、あ、もう全く違うの。あ、そうなんだ。あ、女の影はないです。ないです。ないです。え、なんか多い。収納多い。そう、でもね、やっぱ使わないの一人暮らしだから。だって家族じゃもんな、これ。そうそう、何やこれ、このスペースいる。何を拭くときなの。手洗ってここは濡れる。ここはよくわかんない。全然便利じゃないじゃん。ああ、一応もつけない、一応もつけない。マイナスを探す。そしてこちらが寝室となっております。わー、楽しみ。寝室じんたん。ベッドずっと安いの使ってたけど、さすがにこの家は変わってんじゃない。開けるよ。待って、えっ、あー、俺いいや。今日寝れるわ。テオくんに見つめられて。テオくんか義士。テオくんか義士。多分義士かテオだ。義士、義士率の方が高い。すごい、こっちも。ラックも買いました。ウェイウェイガンの。え、これ欲しい。これいいよね。うわうわ、もう読んだことないだろ、こんな。すげー、うわ、めっちゃ入っとる。ここに入れるんだ。すげー。ここ日本言う、ここ日本言うてな。これめっちゃいい。すごいわ。この扉はクローゼットです。え、ね、こんな、ね、ね、こんなのすごくない。男子のさ、やばいやばい、一人暮らしね。あ、ほんと。待ってよ。すごいっしょこれ。羨ましいこれ。これがいい。これがいい。羨ましい。すごいでしょこれ。こんな服あんのに一着やん。いっつも同じようなのばっか。なんか高級見えるのな。200万ぐらいの。見える見える。すごい。すごいっしょ。そのオールカジュールで奥は一面。ね。すげえ。これで。え、マジで嫉妬する。うちらが欲しかったの、このスペースで。ね、これを。あ、こっち、こっちがですね、お風呂になっております。お風呂2つあるんです。え、出た。どういうこと。可能性あるある。エッチとかしたらすぐお風呂行けるように。でもそっちにあるよ。そっちもすぐじゃん。いや、でも金持ちってあるんよ、2つ。そう、風呂が言われたもんね。マジ。うん、そうなんだ。そういう大人のことをした時にすぐ行けるようにみたいな。本当にそれもなの。それ、いや、それ用ではないと思うけど、そういう時に使う人が多いみたいな。へぇ、まぁ動線だもん。使わん、使わんと思ってたの。使わんやろ。そんで、うぇぇ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 ぇ、エロすぎる。すごい、エロすぎる。それ用やん。それ用のお風呂やん。大興奮。すごい。すごい。ここから覗けます。リアクションよ。え、マジで住みたい。え、もう2個あるやん。ほら、出ない。あ、さっきあっち行った。2つね。ここにもトイレあるんですよ、ここに。え、ほら、もう。え、ここの、ここで過ごせるやん。過ごせる。見せたい用の。あ、でもここ、ここがメインなんじゃない。こっちが、あの、お風呂。そうだね、ここがそうだね。あっちはサブなんだ。うん、乾燥機として使ってる。あ、ね、あ、だからか。どうやって風呂入るやん。マジですごいよ、ジンくん。やばいでしょ。これさ、ジャグ、近い。もう思った、それめっちゃ近いの。めっちゃ近い。手洗う時、もう手の甲を奥につけて。こうだもんね。そこだけ不便。そこだけ、ここ不便なのよ。やだな、引っ越すな。そこだけで。なんだ、大したことない。おお、急に変わるな。でもハンカチなんかちっちゃい。でも本当にすごい。マジで羨ましい。すごいでしょこれ。いや、これお気に入りですよ。いや、それすごい。ずっと手奥に見られてるっていう。
なんか怖い。寝かかっていい。え、いいもちろん全然いいよ、自由に。あ、気持ちいい。すごい。いくらのベッド？これ7万円くらいかな。安い。安っ。これ寝るときもなんかさ、爽快だよ。なんかさ、爽快だよ。全てを支配した気にならん。全て。しかもさ、そうだよ、そこにプロジェクターとかあったらもう。こんなんやん。しかも外ここから見えるもんね。連れ込んだ女イチコロ。いやイチコロよ。これはイチコロ。いやそうだろうね。だって俺だったら3コロかかるもん。3コロなんだ。3回読まないと殺すと聞かないもん。これはイチコロだったら3コロなんだ。シシということで、はい、いやすごい、おめでとう、おめでとう、ありがとうございました。雑底辺 YouTuber だ。ずっとね、雑高低差えぐいね。お前がもう相当俺は好きだったんで、うん、今回はちょっとこの豪邸に。いやすごいよ。どうなん、住みやすい。そもそも俺って経験が好きだから、前のボロ屋敷を経験したから、この高いところに行こうっていう経験で、うん、高いところに住んで、で1ヶ月経ったんですよ、うん、結論から言うと、うん、住みづらいです。そもそも俺マジで一人なんで、うん、でかすぎるこの家が。そうだな、有り余ったのかな。このリビングからあそこの奥のお風呂とかまではもう遠かったりするし、ね、急いでる時は小走りになる時ある。家の中で、ね、家の中でっていうのと、シンプルに寂しい。あー確かにな、一人は寂しいな。だからね、でもミヤとかはね遊びに来たりとか、うん、リックンとか遊びに来たりとかしてくれてて、まあ家賃ですよ。そう、家賃。そうだ、家賃相当いってます。予想しましょうよ。うん、僕うわ、一緒やわ、うち。おお。おお。こちらの家賃は、うわぁ、しゃ一番近いわ。一番近い、住めんだ、俺、じゃあ一番近かったから住める。なんで俺が出すんだ。意味わからん。なんかスカイピース同じ額だからわかるけどさ、高い。全然高い。しっかり高いじゃん。俺ここ1年で出ます。あら、あ、僕1年限定でここに住もうと思って、来年の夏には引っ越します。もう違うところに引っ越すんですけど。じゃあ早く引っ越さんとみんなと住めれる。そうです、引っ越してきてくれんだ。うん、引っ越してで、次のプランも決まってるんですけど。早っ。もうここもう大豪邸じゃないですか。次はハウスよりもボロい家に住みたいと思って。あ、何々層みたいな。そう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 。あ、じゃあのスカイ層。うん、前のテント覚えてる。覚えた、あのお化け屋敷。僕だけ全部お化け屋敷。ああいうとこに1年間まだ住みたいなって思って。でもなんかそっちの方が性に合うんじゃない。なんかここにいてほしくないよね。うん、うん、落ち着かない。イメージないもんね、あんまり俺の。でもまあここは1年ちょっと楽しもうかなって。そうじゃな。うん、だからまあその金魚。ああね、これでもだいぶ、いや、だいぶ違うの。わかるけど金魚。わかるけど、やっぱ違うよ、犬猫とは。だってここに来るの。金魚ここ怖い。皆さん連れてきてみようよ。確かに。あ、そう、連れてきてほしい。え、ここは体験してみる。もちろん行けるよ。みんなで持ち寄って、持ち寄ってくれるんだ。優しい。何か生き物がいないと言葉を発さないから、俺とか猫にめっちゃ話しかけるから、ただいまとか言うの、おいでとか。でもそれが全くないのがマジで寂しいから。まあ確かにね。金魚に言わんじゃろ、だって言うよ。え、ただいまって。ただいまはないけど、喋ってねえやん。ちょ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 。いやもう完全におはようとか言ってきます、ただいま、おやすみ。あ、そうか、その感覚はないな。それやったら買ってみようかな。ホニュール、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 最高かったよな。え、てかさ、何があったの。そうそうそう、さっきのすごいよ。パニックで処理しきれなかったんだけど、駐車場のところ引き連れてる途中に、知らん背高い男の人がういみたいな、いいんちゃんみたいな感じで来て、何って思って、顔見てもマスクとか全然わかんない。髪長い男だみたいな。誰だと思ったら、カルマにあった。カルマにあった。ガチ。え、このタイミングで、このタイミングで始めますって。あともないの。あともない。じゃあうち逃したってこと。始めましたよ。この世で一人じゃない、始めましてを相手だけしてるの。接触までしたの。奇跡じゃない。もうびっくり。こっちも焦ってるわけよ。シンプル連れてきて、目隠しでタクシーで大変なのに、その中にカルマ来る。もうわけわかんない。もうカルマ来るの。キャパオーバー、キャパオーバーって。1、2年住んでても2回ぐらいしかね会ったことない。俺カスもカルマも。でもなんか違う人の声が聞こえたから、
からずっとなんか私の腰を掴んでる人がいたからなんか違う男の人にこう入れ替わっめっちゃ可愛い連れて帰ってんだ可愛いねめっちゃ可愛い許してんのそれでしばらく誰だろうと思って持って帰っちゃった怖すごい楽しいマンションそうなんですみんな来てほしいなみんな YouTuber そうだねいつでも遊びに行けるもんね、うんうんうん、でもジンタンチ集合だろうねそりゃそうよ、うんこんだけ広くて、ね、広いからねだから1年限定だからもう堪能したいよそうだよここで焼くなら、うん、いろんな企画したいそうじゃなここで高級料理とかなんかめっちゃ出してるあーねあーホームパーティーそう待っていや羨ましいわ頼むんじゃなかった寿司え何してんねんおかしいやろ家帰って食べて終わったかもしれないから食べて帰んのめっちゃ楽帰んのめっちゃ楽やそうだがありがとうすごいマジで降りるだけやここにしてくれ撮影場所スカイハウスじゃなくて確かに確かにここに作ってくれここに撮影の背景をだからちょっとアオラブでいろいろ撮ろうよここでうん撮ります撮りますなんか面白い企画を撮りたい1年限定なんでねでまた引っ越したらまた来てね次いやその話すんのでも言うてももう来年もう次の7月とかだから引っ越すのえもう決まってんの場所もいや決まってないけどもうおおよそ目処はついてるえなんかもう寂しいわじゃあ早い全部早いマジもう決めましたんで早い来るんだマナチもあマジも決めましたうわーすごい楽しいいやでもいいなやっぱ広いのビビったのがさの家でめっちゃでかかったあのテレビやったの、うん、あれ一回ここに置いたの空間が広いからなんかちっぽけに見えてちっちゃいじゃんこれなんだけどちっぽけやんなんかちっちゃいクソでかかったのそうあの色ヒーローだったのになんか残念だなと思ってプロジェクター買って、まあ、こっちの方がいいもんな、うん、ここでのブレイキングダウン迫力あるぜそれ激しいよかったぜ一人でねすべて一人来てあげるよ、うん、来てねなんかのんびりするだけでもいいもん、うん、確かに本当に来てほしいもん編集だけとかでねあ、うん、いいかマジでマジで別部屋とかでもいいしもはや確かに確かに、うん、いや風呂入りたいタイミングでかぶっちゃってもあるもんあある2個あるもんな自分家入るじゃん自分家で入るなんでこっち入るえでもあの夜景の風呂入りたくない入りたい入りてあの窓ないあ一人なんかあおらめないで下ネタ考えてるやつ下ネタ下心とかじゃなく下ネタ考えてるやつ下ネタ考えてるやつえでもマジですごいすごいね、本当にすごい。すごい経験よ。あんなけなされてたからこそやっぱり。なあ、顔全然違うじゃない。本当よ。全然違うよ。もう最悪だって最悪の空気感だったもん。ね。地獄帰ったんだから。帰った。普通に。冷やすぎて帰った。帰ったんだから。まだ行っていいの？いや、もうそれでもね。え？次の予定を予約見に行こう。あ、行ってらっしゃいいるやん合鍵3つあ、合鍵3つあるからマータスとかそう、俺であ、じゃあなんで俺もねなんで俺も俺たち行くときに一緒に入る言ってくれれば主導権わかりたいんだけどポスト入れといたよわ、嬉しい、やっと言えたの本当嬉しいわ気づかないもんなずっと言いたかったのよ言いたいでしょ言いたいよ絶対来ないと思わんかっためっちゃさ、二人のこと誘ってたけどジン君だけ全然乗り気じゃなかったマートさん来そうだったけどそうそうそう行かなそうなーと思って新居でした素晴らしいいろいろしようで終わりですあ、じゃあ野球行ってもらって行ってらっしゃいマジで残っててほしいなんなら全然ここでなんなら残っててほしい寿司頼んでいいじゃんあ、そっちもお腹空いたからでもガチ椅子あるよでもそういうの嫌そうじゃないじゃんいや、この家に住んでから全くないそれそうなできる限り人はいてほしいマジ分かると思った何泊したらバレんだろううちらバレるだろすぐ分かるわ私、これそうなよ、僕のそうなよああもう配置変わってる配置変わってるあーすごい変わってる変わってるキングちゃんキングちゃん寄りかかってたらここまで来ちゃったこんにちは。というわけで先ほど動画終わったかもしれませんが、ジンタンは今日はヨゼフさんと野球観戦ということで出てしまいました。そこでまあ帰ってきてみんなでご飯食べるよみたいな、うん、で待っててみたいな感じで言ってたんですけど、あのジンさんが出た後速攻でマータソさんが出ていきまして、早かったな、早かったね。この後予定があるって出て行ってしまって、この家に2人に残されてしまったんです。でまあ2人でいろいろして、でその後に2人で残されてしまったどうでもよくなっちゃった。ジンタンの部屋でジンタンがいない
ですけども、唐揚げ寿司を頼みました。これ私がおすすめの唐揚げ屋さん、チェーン店なんですけど、彼は初めてみたいで、ちょっと食べてみてください。いただきます。怖いよね、この動きのやつ。うまいっすよ。唐揚げってマジ一噛み目超大事やね。大事。うまっ。タレもうまいよ、ちゃんと。あれ思い出さない？東海の、うん、マジでうまいの。いや、うまいわ。うまいよ。ジンタンの新居に二人。お互いの家でも二人でご飯食べたことなんてないの。ない。あるよ。俺が隠そうとしたみたいな。いや、もう帰ればいいのにさ。そうだよ。でもなんかね、違うのよ。てよくんも多分同じこと思ってると思うけど、じんくんがあまりにもウキウキで言ったじゃん、待っててみたいな、言ってくれたら嬉しい、帰れん。結構言ってきたもんね。結構言ってたの。本当に4回ぐらい言ってた。全然言ってもいいし、言ってくれた方が嬉しい。じゃあ俺行ってくるから、帰ってくるまで行っていいから、ずっと行ってくるから。珍しいやん、そんな言わないじゃん。そう、ほんとに寂しいんだと思うよ。だから待っててあげようと思って。でもお腹空きすぎて、食べて嬉しいだろうな、俺たちいたら。めっちゃ勘違いやったらどうする。え、うちらが深読みしすぎて本当は帰ってほしかったっていう。いや、ないよ。ない。珍しいなって思ったんだよ、結構一人になりたがりの人だからさ。でも本当にないね、音楽系は。マジでずるてか、人組もないね、そんなに。カルマの方が合ってるよね、この家。しかもダイニングテーブルの椅子6つあるんだよ。本当だ。何を想像してダイニングテーブル買ったんでしょう。だからあれも本当にみんなが遊びに来た時に食べたくて、あれで買ったんだよ。でもさ、あっちだったらこっち座らん。なんか地べたの方がいいよ。からよしおすすめです。おすすめです。シシ、なんか質問コーナーする。あ、いいんじゃない。じゃあお互いから質問。どうして、おかしいこと言った僕。質問コーナーってやるの、ここでやること。気持ち悪いかも。じゃあ、カスが思う一番面白い YouTuber、ちなみに僕は純平です。やっぱ一緒の撮影現場にいると必ず笑いが生まれる。で、ジュケは扱いがうまい MC 側だけど、そうですそうです。純平は単独で自らの力で笑いを生むから本当に面白い。え、でも私最近になってジュケはマジですごいなって思ったのが、あの今日スキ出ててさ、井上さんと関わることが多いんだけど、芸人さんって自分でこう笑かすのも得意だし、自分のトークで相手をお客さんに笑わせるのがめっちゃ上手なの。だから笑いとか何も分かんない高校生がパッと現れたとしても、いじるとこ見つけて、で発言させるの。でその発言がめっちゃウケるの、そのウケるワードを絞り出すってできないじゃん、すごいなって思ってて、なんか次言わせたいワードも思い浮かんでて、それを巧みにこう誘導していく、自分のしたいツッコミに持っていくんだ。そう、うまい。それね、すごいね、頭使わなきゃできないね。だからそのジュキアのその誘導に答えたくて、もうなんか裏側の話になっちゃって嫌だけど、答えたくてジュキアツッコみたいワードこれでしょって思いながらボケてる。で、全く違うのが来るとジュキア、何それって。あ、違った。怖それ何それ。そこで簡単に発言するにはちょっと重すぎるかも。今後カスちゃんが思ってる面白い YouTuber これなんでしょってみんなが思ってるからさ。まだ決めらんない。だから来週までに決める。怖っ、毎週この画角。だから好きなタイプの YouTuber はとか聞かれても、あんまり発言できなくなっちゃった。確かに、なんか初経験もうなんか言わなかったよ。恋愛系意外と何も私答えできてないの。私なんかそんなに覚えてないんだよね、元彼とのエピソード。何も覚えてないんですよ。やばい。最近、みんなとこれ違うなって思ったことがあって、生き方対談これ、はい。みんなさ、将来の夢とかさ、目標とかあるわけじゃん、私それなくて、結構昔からなくて、で、その最近25歳になって結婚は、とかも聞かれるし、なんか将来どうなりたいのって聞かれた時に、別にみたいな、もう何にも言えないわけ、で、そこで思ったんですけど、私チャンネル登録者数何人目指しますみたいなのもないし、今日と明日が楽しければいいなみたいな感じなの。だから1週間後のこととか何も考えてない。で、逆に言うと、昨日のことって結構どうでもよくなっちゃうの。今日と明日のことしか考えてないの。もう超集中型。誰？
だから、うん、そこがちょっと違うな、違うんだなって最近感じてんですよ。だから私にこれから先の未来のこととかは聞かないでほしいし、過去の話も聞かないでほしいっていう願い。みんなに言ってんのかよ、手を組み。あれ俺のみ。いやでもじゃあそうすると何でもできちゃうな。つまり方程式できて今頭の中で、今俺がカスに何をしても絶対にいつか昨日になる。だからそれはどうでもよくなってしまうのになれば、今何してもいいことになったけど、確かに俺と同じ頭もいるぞ。発言ってむずいわ。そういうことじゃないんだけどな。未来でもないし、まあでも本当今なんじゃないそれ。今なんか今のことしか考えられない。え、めっちゃいいやん。だから俺これちょっと自分で嫌だなって思うのが、旅行2泊3日行くじゃん。行った初日に帰る時のこと考えちゃう。ね、でもそれは私もそうだよ。でも難しいよね。昔さ見たドラマでさ、花束のような恋をしたっていうドラマがあるんだけど、うん、その中のセリフでめっちゃ記憶に残ってることがあって、ドラマのセリフなんか覚えないやん普通、うんうん、でも唯一覚えた言葉が、ハレルヤチャンスカットしてて。あ、ダメだよ、こっちの画角入ってきた。距離が近いことバレる。ある女の子が、私はペンを買ったその日に亡くなってしまうことを考えちゃうんだよみたいな、うん、ドラマの中で言ってて、うん、そこでピンときて、今俺が言ったやつと一緒だよね。こんなねガツンとくることないからね、ドラマのセリフで。でもそれが響く人と響かない人いるね、絶対。なんだそれって思う人もいるだろうし。でも私って矛盾してるね。そしたら今しか考えてないくせに。めっちゃ考えてるやん、うん、ライブでも歌ったんですけど、クマって曲があって、うん、その一番最初俺の歌詞、目を開けると鬱陶しい天井、これはもう朝起きたって意味ね。で、考えることはいつも通りで今日の終わりっていう、これが要は始まった瞬間なのに、終わりの寂しい今日がもうあと何時間後に終わってしまうんだなっていう、終わりを考えてしまうっていう歌詞なの。天才。ありがとうございます。共感する人多いんじゃないかな。確かにここ2分の2だもんな。じゃあ100ってことじゃない。みんな考えてんだ。考えまくりやん。めっちゃ考えちゃう。なんか確かに目標もあるし、うん、だからでも結構ね、最近なの。最近っていうか23、4、5ぐらいでそう思い始めたの。20ぐらいの時は全然、あ、先どうしようかなみたいな考えてたけど、なんか先をねずっと見てると今が見えなくてさ、うん、1日が超早いし、気づいたら25になっててびっくりしちゃって、私、うん、25みたいな。ありえん、ありえんわと思って。関西弁になっちゃうんだ。だからちょっと踏みしめるように生きていかないとガチすぐ死ぬと思って。うん、変わったね。変わったよね。あんた変わったよね。知ってる、俺とカスが出会った時にカスが言ってた名言、誰よりも早く死にたい。何が踏みしめなきゃいけないで、すぐ死ぬと思って。でもなんでそれを言ったかっていうと、うん、友達がさ周りにいるわけじゃん。その人たちの死を見たくないから、私が一足早く行こうと思って、うん、あ、じゃあまた、あ、そう、俺ちんたんが80ぐらいになった時に、うん、そろそろみんな死にそうやなってなった時に、うん、78ぐらいで先に死んでおきたいってことか。先に悲しくないよね。悲しみゼロやね。そしたら分かんないよ、カスが幽霊になって見れるかもしれない俺たちを。その時に俺たちがむっちゃ泣いてて、うえーってなってたらむっちゃ悲しいよ。私先に死んだからこんな辛い思いさせてって。だから俺結婚したら絶対に家族より長生きしようと思って、まあさすがに子供は無理だけど。偉い人だよそれは。そう考える人ができる。俺が耐えればいいんだって思って、その悲しみを、辛い思いさせたくない。その考えできる人がなかなかいないんです。そっか、半々ぐらいだと思うよ。いや、あれらしいよ、自分の愛する人が亡くなった時が人生で一番悲しい出来事ランク1位らしい。誰がつけたのそのランク。びっくりする。相当好きな人と結婚しなきゃいけないって思ったね。また夢だろ。なんでそんな微妙なやつと結婚するんだろう。なんかさ、結婚について深いよね。偉いと思うよ。みんななんか、まあ時期来ればタイミング合えばいい人いればとか言うけどさ、カスってさ、その人と一生一緒にいるとかさ、あ、だから俺が結婚したら俺がカスのために全てを捧げてるわけじゃん、うん、だから俺の人生は自分の人生じゃなくて、カスで捧げる二人の人生になる、うん、
ていうのとかめっちゃ深く考えるじゃん。だから結構幸せになるか幸せできないか結婚できないかなんかインチキ占い師結構幸せになるんじゃない私さ、それで思い出したんだけどさ、一時期占いにハマってる時期があって、めっちゃハマってたね。 4、5年前、ね、当時彼氏がいたんですけど、うん、いるのって聞かれて、その占い師に、うん、それもぶっちゃけいるかどうか当ててほしいなと思ったんだけどお前が当ててくれよって分かれよと思ったんだけど、うん、あいちゃんいますみたいな感じで言って、うん、だよねって言われて多分結婚すると思うで、いろいろ多分結婚すると思う多分が入ってることによってもっとひどいそう。でも当時私もさ、好きな人と付き合ってたわけだからさ、うん、この人とずっと一緒にいれるみたいな確約みたいなさもらえたらさ、嬉しいわけじゃん、占いだとしても、うん、本当ですか、何パーぐらいですか、うん、30%やっぱ多分やん50でもない多分で結構広げといて30でもっと誰でも言える 30% って言った後、私がさえって反応するじゃんでも焦ってるでもこれ付き合った期間が長ければ長いほどパーセンテージ上がるから当たり前や全員そう言われたの1ヶ月のやつはもう 10% ぐらいだろそりゃ1年付き合ったら上がってくよ何そいつ、マンダソに紹介された占い師ダメやな、マンダソダメだなうまくいかねえんだろうな人生なんじゃそいつ、たまに思い出すんだよあの人の顔なんかよく自信持って言えたなだから俺思うんだけど、占い5件はしごしたら同じ結果になるのかな、気になるね、やろうぜ、え、やりたい、いいよ、カスのチャンネルで、え、やろう、気まずいよね、だって5人全員会うわけないんだから、全然違うこと言ってくるんだよ多分、2人付き合ってるでしょとか言ってくる人もいるかもしれないし、兄弟でしょって言ってくる人もいるかもしれないし、気まずいね、2件目からの俺たちの顔違います占いで言われたくない言葉ランキング1位違いますでもさ、ここまで動画でさ素性を晒してるとさあんま動画見ないんですよね、もう信用できなくない、見てたらめっちゃわかるもん、うん、もう性格さらけ出しまくってるからさ、うん、ぶっちゃけそれを言えばさ当たるわけじゃん、あんま見ないんですよねって言ってきた瞬間もう見てるもん、どういうこと、2人をこう見てさ、うん、近くに住んでる動画見てカルマくんもそんなにいないファイヤーファンで知ってる情報出してくるおもろいな、占いおもろいよね、おもろい、占いって何なんだろうね、でもそれこそ本当に当ててきた時信じるよね、全てを逆に、うん、あなたの冷蔵庫の色この色、飼ってる猫2匹これ動画出してない場合でね、こう全部当てられたらその先言うこと怖いもん、今私一人いる知り合いに、タソと共通の知り合いの人なんだけど、部屋の構造、うん、配置とかが分かるの、まさかと思うやん、私が誰にも言ってなくてお墓まで持ってこうと思った件が1件あるんだけど、それを初対面の時に言われたの例えば人間関係、うん、この人と一瞬付き合ったみたいな、うん、そういう系を言われて、でも誰にも言ってない、コナンにも誰にも、うん、家族にも何にも言われた時もう失礼しますってなった、怖え、俺やだ、逆に俺我が道を行くの代名詞の人だからなんか阻害されたくない、俺の会ってみてほしい、フルってなりたくない気にしちゃうよね、でも言われたら気にしちゃう、家帰ったら気をつけてって言われたらもう怖い、でも本当にいい占い師というか本当の占い師はマイナスなこと絶対言わないって言ってた、マイナスなことを言っちゃうと、うん、その人で対処できないからマイナスなことは絶対言わないって言ってた、うーん、対処法とかないんだ、うん、ポニポニポニ、うん、この前ライブで、ライブ終わったらお見送り会っていうのは喋れない、今コロナで、うん、マスクしてすごい人数だからみんなをこうやってやるだけなんだけど、見送りってやつはちょっと距離離して会話ができるというか、こう今日のライブの感想とかを伝えてもらうシーンがあって、そこでスカイピースを見て生きようと思ったシーンで、めちゃくちゃ泣いてるの、それ見て泣いちゃって俺も、でなんかその泣いてるのってその子が辛かったんだろうなっていう気持ちもあるけど、ちょっとへこんでた自分が情けないなみたいな、
なんかちょっとこう言われることが多くなったりする時期にもうやだなって思っちゃうこととかもあるけど、その陰ではすごい涙を流しながら助けてくれてありがとうって言ってくれてる人がいるっていうのを改めてこう直でリップとか文章とかでよく来てたんだけど、なんか逆に救われたっていうか、僕は救われたって言ってたけど、その言葉に少し救われて涙出ちゃって、だから孫とか思って、もう彼のことを悪く言うのはやめてください。大丈夫だよ。キモいね。大丈夫だよ。おっぱいやめて。おっぱいやめて。お疲れ様でした。大盛り頼んじゃった。え、俺も。え、よく食べたね。もう調子乗った。人間帰るってびっくりするかな。風呂入ってるドッキリする。裸で寝てるドッキリ。楽しみに。じゃあじんたん待っていきますか。うん、ここまで来たら待ちましょう。ごちそうさまず三村猫背。最後まで見てくれてありがとう。いやー、引っ越し大変だったんご。じんたん次はどこに引っ越すの。いや、引っ越してばかりなんだけど、初期費用だけ払い続ける変な人になっちゃう。海の家とかどう。いや、ワンシーズンしか住めない。でもかき氷と焼きそばとかで食べ放題か、意外とありだな。相方が大食いでよかった。次回もお楽しみに。せーの、ピース。また見てね。